テクニカルを割って1位、優勝の最短距離に立ちました。さあフリーではどうでしょうか。アレクセイ・ウルマノフ、4回転を見せるのか。最初のトリプルアクセルは、トリプルアクセル綺麗ですね。トリプルトルッツは、綺麗ですね。これも トリプルアクセル、ダブルトーループ。トリプルループ。トリプルフリップ、このフリップは踏ん張った。トリプルサルコー、トリプルトーループ、デストロップ、
ああやりました、嬉しい。ブラウディングもストイクも、ああ得点はテクニカルメリット 5.8 が並んでいますが、この辺り上位はね、これはトリプルトリプルのコンビネーションがなかった分だけという感じですね。ですからあとこのアーティスティックインプレッションを見てみないとちょっと何とも言えないですね。あーアーティスティックインプレッションは 5.9 が5人、アーティスティックインプレッションが 5.9 がずらりと並んで、フリーはトップ、テクニカルフリー合わせて現在トータルウルマノフがトップ。このフリーだけの席次を見ますと1位をつけたジャッジが6人、あと残る選手は2人です。ウルマノフ現在トップ、ストイコ2位、キャンデローロ3位。